まで10勝2敗できました遠藤。今日は秋場所13日目、幕内前半戦最後好取組で国技館の雰囲気がまたガラッと変わってきました。対戦相手、この相撲に勝ち越しをかける松鳳山です。東方松鳳山、東前頭7枚目、福岡県築城郡築城町出身、二所ノ関部屋、西方遠藤、東前頭14枚目、石川県大須郡荒水町出身、追手風部屋。左の相四つの両力士、過去は松鳳山2勝、遠藤3勝ですが、このうち松鳳山の2勝が含まれています。ちなみにこの遠藤がこの相撲を勝てば豪栄道の優勝決定は明日以降ということになります。今日向正面は小結岩木山の関の戸さんですが、関の戸さん、はい、遠藤が土俵に上がって、そちら末席の中に放送席あるわけですが、はい、だいぶ雰囲気変わりましたね。そうですね、上がる際はものすごい歓声で、大手さんの声が聞き取りにくかったになりました。そうですか、もう少し張ってアナウンスしようと思いますが、関の戸さん、はい、遠藤が非常にいい内容でここまで取ってるんではないでしょうか。はい、場所前遠藤の稽古を見る機会がありまして、はい、あんまり状態良くないのかなっていう印象を受けたんですけど。あ、そうだったんですか。はい、場所に入ってみるとこう、なんかこう人が変わったように、まあ、自分の形にまず慣れますし、はい、で前攻めれてるので、はい、まあ、遠藤本人の中でこう考えながらこう稽古してたのかなって、徐々にこうペース上げていったのかなって思いますね。あ、で今日の相撲対戦相手が松鳳山で、はい、松鳳山が一度相撲、この土俵で勝った相撲はやはり突っ張って勝ってるんですけれども、左四つに組むと前さばきのうまい遠藤に敗れているわけですが、はい、ポイントどのあたりでしょうか。そうですね、やはり松鳳山としては突き放したいとは思う、はい、ここ最近のまた遠藤が踏み込みますます良くなっているように思うので、ああ、そこを松鳳山が、まあ、もろけていくのか、最初は、張っていくのか、はい、まあ、立ち合いが重要になるんじゃないですかね。そうですね、このところ刺す相撲立ち合いが多いこの松鳳山、遠藤は左四つですが、昨日は突き放して先手を取る相撲を選択しました。早くも制限時間いっぱいの立ち合い、10勝2敗遠藤、松鳳山この相撲に勝ち越しをかけます。軍配返りました。この瞬間、今日の大関豪栄道の優勝決定はなくなりました。遠藤が勝って松鳳山7勝6敗です。ここで優勝審判の交代になります。関本さん、はい、予想通りと言いますか、松鳳山が猛烈に攻めていったんですが、はい、やはり松鳳山としては離れて勝負したかったんですよね。遠藤は、はい、ここの、左手を手繰るんですよね。突きよりはやはり早く引かないとですね、こうやって手繰られる場合もありますし、突いている手をすぐ戻さなければいけなかった。そうですね、引き手も早くしないとですね、はい、まあ、結果はそうですよね、左手繰られましたけど、決まり手は取ったり、遠藤はやはり今日左を差し込む立ち合いを見せたんですが、松鳳山が突き放してこの展開になりました。いやー、道の奥さん、はい、反応もいいですね、遠藤。そうですね、松鳳山はもうここだと思って出たんですけどね、はい、腕を殴られて、もうすっかり棒を外されたような状態で、はい、うまく家へ回り込みましたよね。